こんにちは、P です。バイオハザード RE4 プロフェッショナル。S プラス狙いですね。6回目です。村長船からお城に入って、水の、あ、これね、あった。安くなった。これ買います。水の広間の手前ぐらいまで行きたいなと思ってます。ガラドールどうしようかなって感じですね。結構ミスってますね、今ガラドール何回か。これはね、上半身狙ってます。あと目ですね。当たってないのかな。はい、第2形態。第2形態はね、上の方が避けやすいかなと思います。最初の1回目はね、もう全力で反対側に行きます。あとはね、見ながら。はい。結構ね、フェイントします、この人。人じゃないか。あ、こんな。3回目はね、そうするとドラム缶があるのね。はい。はい、はい、大丈夫ですね。だから角のとこに行っちゃうと引っかかっちゃうからね、これ。あの角じゃない部分を使いながら移動します。溜めてるよね。あれはね。ちょっと移動するから、来た来た来た。まあ、終わりです。見ながらやる方がやっぱりいいよね。ちょっと、初めはね、もう単純に左右っていうのかな逃げ回ってたんだけど、はめてるんですよ。はめてる時にね、歌っちゃうのね。はい。お前の神とやるような。なんかこれもあったかな。あとね、これ、火のとこ行くとね、しっかりダメージ受けるのね。やったー、ノーダメージとか言いながらね、アイテム回収したらね、ダメージ受けてるの。ずるいよ、この城。しかもね、見て。このまま、はしごを降りると、炎の中だから。ここ、ほら、これダメージ受けます。ずるいです。はい、行きます。じきに追手が来るぞ。じゃあ、チャプター7になるわけですね。以上は、古城入ってすぐのね、チャプター7の、自承認でセーブです。ガラドールまで行きたいんだけど、ガラドールちょっと、攻略サイト見ててね、閃光弾狩りは一発でね、スルーしていけますって書いてあるんだけど、ちょっと何回かあったんだけどね、タイミング合わなくて無理なんですよ。何回か負けてんのな、間違いだと。では、セーブはいたしません。でね、今回青いメダリオンを取ろうと思ってるからね。はい、セーブはね、その先にしようかなと思ってます。分かってる。工場に入ってすぐぐらいかな。あ、あとね、ここが、スティングレ入ってます。いらないものは全部売って、これだったかな、キッチンナイフでしょ。ハンドガン、サブマシン。これ売って、スペース的にね、余裕がないからね。ケース買ったけどね、それでもそんなに余裕があるわけじゃないんですよね。あとスコープ買います。はい、これで、これじゃなくてどこ？はい、出ました。はい、では行きます。ちょっとね、ミスするからね、ガラドールの前でセーブしようかなと思ってます。出るかな、でも頑張ってみる？理想はね、そこなんだけど。うわわわわわわ。はい、怖いです。もう一段階上げられるかな？上げられないな。シカゴのね、火力。医療か。まだサブ上げられないな。はい。メダリオンの1個目がね、すぐ右にあるんだけど、今の段階では見えないです。だからね。なので、ちょっと当てられちゃうんだよね。怖い怖い。5。はい、1個目です。ショートカットもできます。あと2個目がね、ここにあるから、先に打っておこうかな。まあ、後でもいいですけどね。で、これがショートカット。まあ、あんまりショートカットの感じがしないんですけどね。あとね、ここ。あの人倒しきれないような気が、倒しきれたかな。あ、ナイスショットだから倒したのね。で、この人を倒して、これここ、あ、壊しました。この方向のね、判定がよくわからないよね。ダメージになってるのか。なってない時も結構あるよね、このがね。はい、で、ここ来ると、後ろから人を撃ちます。こっちね。なるべく引き切りましょう。なんかでも動くんで、多分ね、足に、後ろが当たって、押されてるんだと思うよ。結構動きます。あんな弱い人、ほら、ね、女の子ね、覚えるかなって思います。今で言ってんだろうね。でね、どこまだ撃たない撃ったね。はい、ではね、ここまで来て、ここやります。ここやるのかな？見えないよね。見えない。はい、では行きます。打ったばっかりやね。ちょっと危ない。一回触って、敵が来ると思ったら来ましたね。ある程度処理してから次行きますね。ここに、何個目これ。何個目か。で、まだこんな状態ね。マジかよ、ほんとだよ。まだいる？いや、刺してるかな、わかんないな。まだいる？ん？これやばいよね、これ。やったかな？どうかな？これで大体やった。でも敵が近くにいる気がする。どう？いない？いるな。もういない？もうこれだけかな？いや。わからない。あとね、2個あるね。青いメダルがね。2個。よし。こっち拾ってく？じゃあね、これ下に降ります。あ、これそうだ、ここは取ったんだよ。あと1個だよね、多分。あ、スピネルだって超ラッキーじゃん。いや、これじゃあガラドール前にしようかな。たまにね、壊してないとここで撃たれるんだよ。でもいいのが多いから、今回セーブしよっか。手前だね。ちょっと待って。あ、これ箱じゃなかった。どうかと思う？よし。じゃあ行きます。行くますだって。行きます。うん、ちょっと時間はかかったけど、アイテムは回収できたし、いいんじゃないかな。ダメージも受けてないのかな。そうなんですよ。なんか燃えてたけど、受けてなさそうですね。いいじゃん。そうそう、ガラドゥーンの前のこの人だけは倒しよう。この6人ぐらい出るじゃない。でね、これで倒そう。じゃあ行きます。これだけ倒しようよ。ようこそ。これ近くまで来ます。まあね、危ないんだから、本当に危ない。何か投げる人もいるからね、たまにね。たまにじゃないか。で、あと足。待って、ちょっと待って。いや、開けとけばいいか。いいね。ガルドール前までにします。中から開けてくれ。ね、足重いから、夜に足がね、重い。星、こんなに、レオンがね、星をさ、重いみたいな。するのね。はい。これね、黄色。最近知ったのね。あとは、足に来て。で、ここでセーブするね。ちょっとね、何回かね、ガラドゥーン失敗してて、またその時からやり直しが多くてね、今回ね、ここで一回セーブさせてもらいます。水晶はね、この前の武器です。が、水晶です。これ、メダリオンね。これもないな。はい。じゃあ、これでセーブいたします。7回目なのね。何分ぐらいなのかな。1時間12分でしたよね。だから11分でここまで来てますね。で、水晶はね、手前のとこで、何分でしょう。まだこれじゃなくて、5、6、尊重前でね、1時間50分だったのね。はい。で、西部水晶のチャプター7の最初の武器商人ね。これが2時間15分です。1時間55分近くかな。短縮にはなってますね。全部ね、もちろん青いメダル系とか集めてるわけじゃないからね。はい。次はね、だからガラドールは先行でスルーかなって、合ってるのにうまくいかないんだよね。なんでだろう。じゃあね、次回もちょっとなかなか長いシーンが続くのかな。はい、じゃあね、今回はここで終わります。ではまたです。バイバイ。